武蔵の先輩に見とれているとこ悪いんですけど、ちゃんと仕事しないとマスターに怒られますよ。あのサンドイッチ食べてる先輩ですよ。武蔵の日向先輩、うちの学校だと相当の有名人なんですよ。あ、もしかして高畑さん、知らずに見とれてたんですか？先輩、女の子にすごい人気あるんですよ。1,2 年の女子の3分の2は武蔵野先輩のファンって言っても過言ではありませんね。凛々しくって、男の子っぽくって、頼りがいがあって、かっこいい。そんなことはどうでもいいんです。それより、ほら、一番入り口に近い席にいる人、じゃなくて、あの人ちょっと怪しくはないですか？さっきからこちらの様子を伺ってるもの、もしかして。待ちなさい。なんだ、こいつお金いっぱい持ってるよ。私の財布より全然多いじゃん。
じゃあデザートでも食べちゃおっかな。店員さん、本日のスペシャルケーキは？でもさ、夏休みに入ってから高畑くんとよく会うよね。もしかして覚えてない？もないか。でもね、私高畑くんと中学が一緒だったんだよ。南平第一中学校、学年は一つ上だったんだけどね。あの頃私髪が長くて、今と全然雰囲気が違うから会っても気づかない人多いんだ。私、高畑くんのことよく覚えてるよ。中学の時、陸上部だったじゃない。ねえ、なんで陸上やめちゃったの？そっか。ごめん。なんか私無神経だね。そう、よかった。私、武蔵野ひなた。ひなたって呼んでいいよ。よろしくね、高畑くん。どうも、ありがとう。ああ、先輩にありがとうって言われちゃった。Thank you.
したの、マー君。私も散歩。暑いね。あ、日陰発見。隊長、隊長、日陰を発見したであります。まあまあ、ここに座ろうよ、マー君。この辺りでさ、昔よく基地ごっこしたよね。何？マー君、覚えてないの？でも、思い出せたらそれでいいんじゃないかな。そうだよ。うんうん。どうしたの、マー君？なんだか。なんだか、いい昼下がりだね。なんか、ずっとこうしていたいなあ。
だ、高畑くんか。意外？私は体が小さいから人より努力しないといい結果が出せないの。あるよ。そうだ、高畑くん、ちょっとベンチプレスの手伝いして。うん、これ一人でやると危険だからいつも諦めてたの。男の子がいる時にやっとかなくちゃ。高畑くん、台の前に立ってこの棒を両手で掴んでて。そう、これはね、このポーズでギリギリの負荷をかけてやると自分では持ち上げられなくなってどうしようもなくて、ついにはこの棒が落ちてきて首を直撃して死んじゃったりとかすることあるんだって。そうだよ、怖いんだよ。よし、じゃ、行くわよ。私はただ。私はただ自分の限界が知りたいの。これ以上はできない、これ以上は強くなれないっていう、私という女の子の限界、それはまだまだ先にあるような気がするから。だから頑張ることやめられない。ありがとう、高畑くん。喫茶店？逆恨みって？
女の子だからおとなしくしてなきゃっていうの、私嫌だな。うん。それはわかる。ありがとう、高畑くん。いい汗かいた。